じゃ、しっかりな。面白いものたくさん見よう。よし、この辺りなら誰にも迷惑をかけないで済む。なあなたはどこから湧いたんだ。わからない。もしかして博士の言っていた。それより早く逃げるんだ。もうすぐ白煙が。時は来た。しまった、またしても。逃げてくれ。前回と全く同じだ。どうしてあなたはいつも突然。少しだけ耐えてくれ。白煙は時間が経てば消える。それまで絶対に死んじゃダメだ。すまない。そうか。知りたいことはまだまだあるの。よし。無事だな。少し休もう。
あなたに助けられたのはこれで二度目だな。どうして突然空間転移というのをしてしまうんだ。いいんだ、余計なことを聞いた。あの鬼は白炎というんだ。いつもどこからともなく現れて、私や周りの人を襲って帰っていく。剣の呪いだ。私が持っていた剣、一族に代々伝わる宝剣ネイリング。あれはからくり技術の結晶で、鬼を呼び寄せるとじいさまは言っていた。今からずっと昔、何万年も前、異界に住む鬼を制御して戦の道具に使おうとした文明があったそうだ。けれど制御に失敗し、一夜にして文明は滅んだ。まるで海に沈んだアトランティスのように。ネイリングはその時代の遺物なんだそうだ。私の一族は守り人としてそれを保管する役目を負ってきたという。じいさまの書斎の隠し部屋にネイリングは密かに保管されていた。でも私は何も知らずに剣は抜いてしまった。物語に登場するような英雄に憧れていたから。その時白炎が現れ、全てを蹂躙して去っていった。じいさまはその時に私を守って、それからだ、白炎との長い戦いが始まったのは。剣は壊れてしまっていて、ところ構わず白炎を呼び出す。いつも剣が淡く光り出すんだ。それが始まったらすぐに異界に向かう。そして白炎が現れたら帰っていくまで何とかやり過ごす。それが私の抱えた事情。剣を手放そうともした。けれど必ず私の手元に戻ってくる。使用者の証というものらしい。私の体に流れる血が剣を引き寄せる。死ねば、あるいはこの呪縛からも解放されるかもしれないと思った。でもじいさまは私に生きろと言ってくれた。だから私はここにいる。じいさまが守ってくれた命をつなぐために。じいさまのことだ。きっとあなたの良い友人になっていただろう。私は白炎と戦い続けてきた、何百回と。でも倒すには力が足りない。あいつは強大すぎる。悔しいが、今はこうしてやり過ごすのが精一杯だ。一つお願いをしてもいいか。みんなにはこのことを黙っていてもらえないか。剣の秘密を知られては迷惑がかかる。いや、本当は怖いんだ、みんなから拒絶されるのが。こんな危ないやつ近くにいたら嫌だろ。ありがとう。大丈夫、みんなは巻き込まない。少しだけ私のわがままを許してくれ。女、妙な力を使っているな。どこで手に入れた。何の話かわからんな。さか知らな小娘だ。お前の仲間から聞き出してもいいんだぞ。確かからくり使いと言ったか。お前なんぞにやられる玉じゃないさ。それに私は偉そうな奴が大嫌いなんだ。クソして寝てな、アホ。腕が立ち、
頭が切れ、度胸もある。確かにあれは厄介だ。供養といい、障害が多い。もっともこの程度はねじ伏せて進まねばな。世界を変革するためには。いらっしゃい。これから。女人の時間に覗き魔が出るらしい。かぐや様が心配だ。何かし。手柄だ。ところで会えた。ありがとう。すまない。いらっしゃいませ。貴様との良縁に恵まれますよ。ありがとうございます。お疲れ様。任せて。承知した。何時に営業。
K に任せる。私を使え。上昇腐敗だ。そうか。では確かに霊山君の命ではないのだな。はっ、軍師四季の独断で事が運ばれたようです。半ば事後承認の形で事態が推移し、現在の状況に至っていると思われます。ご苦労だった。お前は引き続き敵の監視に当たれ。承知しました。どうかお気をつけて。霊山からはなんて？やはり狐がバッコしているらしい。相馬、お前は一度霊山に戻れ。そして百鬼隊三番隊を呼び寄せろ。俺の三番隊を？敵は早晩動き出す。その前にこちらも体勢を整える。しかしあなた一人で大丈夫か？心配いらんさ。発砲、お前が守ってくれるのだろう？それはもちろんそうだけど。見聞を広めたいとわざわざ歌方から出てきたのだ。この程度の事態にひるんでもらっては困るぞ。わかった。私が守るわ。クヨならすぐにでも立とう。可能な限り早く戻る。それまでクヨ殿を頼んだぞ。ハスホ、大丈夫だ。お前ならやれる。気をつけてね、ソーマ。俺を誰だと思っている？必ず生きて歌方に戻るぞ。誰一人死なずにな。今日
日はどうするの？任せて。了解。行こうか。怪我しないでよね。侍の力を見せる。また始めるか。Yeah!
始めるか。勝利だ。切なる願い、命を懸けて答えよう。してるみたいね。行くぜ。仕方ある。了解。怪我しないでよ。使命果たすぜ。攻める。
制する気だぞ。敵は丸裸だぞ。大見事。やれやれ、張り合いがないな。承知した。了解。
参ります。何時に大丈夫、あなたなら勝てます。Thank you.
勝利だ。立ったが運の尽きよ。ボールをつける。完全勝利です。俺の話が聞きたいだと？妙なやつだ。いらっしゃいませ。任せてくれ。行こうか。任せて。ありがとうございます。行こう。まだ見ぬ世界へ。その調子だ。
決める。だな。せっかくだな。寒いからスカン、分厚い雲を晴らす方法を見つけないとな。みんな無事だな。少し休もう。人違いをしまったらしい。ゆっくり話すのは久しぶりだな、紅月。あいつの葬式以来か。はい。雷蔵殿はまほろばの前お頭、雑賀様の親友だった方です。
たびたび里にやってきては手ほどきをしてくださっていました。ヤクモに至っては直弟子です。あの坊主も苦労してるみてえだな。侍の当や相手によくやってる。だが紅月、おめえには失望したぜ。なぜお頭になろうとしねえ。おめえは彩花に里を託されたんじゃなかったのか。戸様と機内の友和、それを願ってあいつは侍を受け入れた。それが友和どころか内乱だと。おめえは一体何をしてる。五草の英雄の名が泣くぜ。私は罪人です。あなたが望むような存在にはなれません。そんなにお頭殺しの名が怖えか。やめてください。逃げてもどうにもならないぜ、紅月よ。悪いな、紅月のことを頼むぜ。最強だなんだと言われてるが、あいつも普通の人間なのさ。申し訳ありません。急に飛び出してしまい。お頭殺し、私のあだ名です。聞いたことはありますか。私がお頭を切り殺したという噂を。それは事実です。立派なお頭でした。流浪していた侍たちを受け入れ、戸様と機内の融和を図ったのです。この里で侍と近衛が共存できるのは、すべて彩花様、お頭のおかげ。そのお頭を私は切りました。2年前、この地にカシリという鬼が現れたのです。人を鬼に変える力を持つ恐ろしい敵でした。何人もの者の負がそれで犠牲に。その中にお頭がいたのです。体を鬼に侵食され、半人半鬼の姿となって苦しんでいました。だから私は今でも目を閉じると浮かんできます。やれ、紅月、私を切れ。できません。できるはずがありません。どうした。最強の名が泣くぞ。真に最強ならばこんなことには。頼む、もう限界なんだ。私を人間として死なせてくれ。可愛い一番弟子の手で。やれ、紅月、私を切れ。聞いたよ、紅月、強くなったな。お頭、里を頼むぞ。お頭、あの時私に別の選択ができていたら、そう思わない日はありません。私は罪人です。その罪を背負って静かに生きるのが償いです。あなたは優しいですね。あなたのまっすぐさが私には少し眩しい。あなたは死なないでください。もう悲しみを増やしたくありません。ではまた任務で。